能登鉄道西岸駅は一風変わった駅だそうで。おお、萌え系だ。あ、これあれだ、あの花咲くいろはって言って、よく知ってるね。私ちょっとアニメちょっとだけ知ってる、これです。へ、車両にもね、イラストがついてたんですけど、あ、花咲くいろはの舞台になった街なのかな。へえ、すごい。あ、それで、あ、そうそうそう、そのアニメのファンとかが、あの聖地巡礼って言って、あのそのアニメの本当に舞台になった同じ景色のところとかに行くんですよ。ここ西岸駅は石川県が舞台の人気アニメ花咲くいろはに登場する湯の鷺駅のモデルになった駅。ホームにはその湯の鷺駅の看板を設置。今では全国からファンが訪れる聖地となっています。穴水行きがこっちなんで、今乗ってきたのがこれなんで、次は12時47分かこれですね。ねねね、ご飯をどこで食べるか、ここ食べようよ。ここで13時35分よし、これわかりました。 OK、 列車を1本遅らせランチの聞き込み。おすすめの場所でも聞かないと登録はできないんですよね。あ、こんにちは。お父さん、この辺でね、おすすめのなんか美味しい食べ物屋さんないかしら。見える。お店の名前はわからない。宮本。あ、この看板のやつ。お、これ。これ？何が美味しいんですか、そこの。そうめん見てやる。そうめん。そうめんもちゃんと。何が？そうめんもちゃんと。ラージそうめんがちゃんと。あ、あるんだ。あ、そうなんだ。ラージそうめん。あ、ありがとうありがとう。ラージそうめん？あんのかな。私、あのすごい。看板には岩かきって書いてありますが、聞き込んだ流しそうめんにも期待しましょう。ほら来てるお客さん。本当だ。行ってるね。はい、お願いします。まずは撮影交渉。はい、ロケしてるんですけど、はい、結果はいかに。オッケー、出ました。やった、こんにちは。突然お邪魔してすみません。そうだよ、ね、あ、うわ、すごい、グーの手だよ。じゃあここに座ってもいいかしら。はい、あ、本当にありました、流しそうめん機。そうめんつってたから、でもそうめんいいな、俺そうめん食べたい、ね、冷たいの、暑いから。そうめんと、あと牡蠣も食べたいな、はい、岩牡蠣にします。はい、岩牡蠣、ね、はい、これはお一つずつ食べるのね。はい、はい、二つね。あと何かおすすめあります？じゃあ豆牡蠣もついでだから少し食べてみませんか、はい、味比べね、はい、そうですね、はい、冷たい水を出します。冷たい水を出す。そうです、冷たいのが出てきます。あ、井戸水。そうです。これが全部なっていて、すごい、下から。そうです、そうです、普段からしないとそうめん食べれるんです。そうだよね。井戸水なのこれ。こりゃいいとこ見つけたぞこれ。飲んでみて。はい、どうぞ。あ、じゃあ、お、来た、おっ、うわ、でかっ。これ何がき。岩牡蠣。岩牡蠣、はい、が天然。そうです。これ天然の牡蠣。やば、ありがとうございます。すげー、こんな大きい牡蠣初めて見た。いや、私めっちゃ好きやね。いや、俺も大好きなんだけど、もう一口で食べたいけど。いいじゃん、いいじゃん。お、いや、でもこれ牡蠣、ね、って、ね、プリップリの天然の岩牡蠣食べちゃってください。いただきます。ドロドロ、こりゃ海のミルクや、ほんま。ほんまにそう。なんで引っ込まさんだ。いや、すごい、牡蠣ってこんなクリーミーなんて感じ。レモンでさっぱりしてて、ね、こちらは養殖の豆牡蠣。豆牡蠣とは小ぶりの真牡蠣のことで、殻ごと網にのせ焼きで味わいます。で、これを上上げます。お次は流しそうめん。え、これ
僕らこれフライ頼んでないんで、あ、それはあの流しそうめんについてるんで、はい、そうめんについてるのこれついてます。そうめん頼んだらこれ注文の、はいはい、なんで言ってちょっとこれでお値段1000円。さきちゃん、はいはい、流すね。あ、流れてるそうめんがひんやり冷たい井戸水で味わう流しそうめん、贅沢な夏のひとときですね。はいはい、一回つまんでこう、また戻る。少量取って、少量。うん、わー、うん、夏に、夏そうめんね。八つ目は流しそうめんが人気の柿屋さん。お父さん、情報ありがとうございました。予定の列車の10分前に西岸駅に戻った2人。あ、二車両だ。あ、本当だ。全駅制覇の旅、残す駅名所登録ノルマともにあと2つ。タイムリミットは午後4時。いよいよ終盤戦です。13時35分で、そう、1時間弱しかないんですよ。マジで？やばい、じゃあ変わらないかな。すごい長く感じて ね、一発しかなんだけどさ、夏の思い出を乗せて走る能登鉄道、旅情を誘う車窓の風景が心に刻まれます。鹿島駅、ここでも素敵な出会いがあるといいですね。いやー、着きましたよ。いやー、面白いな。日本じゃ知らねえとこいっぱいあんだこれ。本当、いやー、こいつなんだけどさ、こういう仕事なかったら絶対来ねえよ。いやー、知らなかったですね、まず。ああ、うん、ね、なんかちょっと違いますね、雰囲気が他の駅と。よいしょ、いるかな。お店やってますかね。やってねえよこれ。ねえ、ね、ちょっとここちょ聞こえたのこれだ。やべえとこいたよこれ。ねえ、人気がないため直接お宅へ。時間がもうあまりないんで、ね、怖いですね。あ、すいません、すいません、ちょっとお話いいですか。この辺で何かお父さん知ってるおすすめのスポットないです。本当この能登鹿島の駅の近くができればいいんですけど、穴水とかじゃなくて、うん、駅がスポットです。駅がスポット、駅がスポット、駅がスポットです。なんか有名ですか、なんかで。駅が桜の駅で有名です。あれ、なんで桜なんですか。能登鉄道が、はい、できた時に、はい、ここに桜の木を植えたんで、あれはちょっと桜で有名なんですけど、なるほどね。能登鹿島駅は春は絶景の花見スポット、しかし今は夏。ちょっと厳しいかな、それ。あ、厳しいです。今桜咲いてねえから。うん、弱ったな。そうなのよ、うん、どこか悩ませちゃってすみません。あ、あそこ面白いよ、いいとこだよっていうところなんかないですか。それはもう少し行くと、オラマチヤングラ。オラマチヤングラ、オラマチヤングラ、魚を取る。お、あ、昔ながらの伝統の料理。ちょっとそれ教えてくださいよ、それいいじゃないですか。え、どれくらい歩いて。歩いてこっから2キロぐらいかな。2キロ。2キロはちょっと多いな。でも一番近いスポット。ごめんね、お父さん、ありがとう。いい、見たらすぐわかる。もうわかるわかる。急ごうよ、急ごうよ、ね、次の電車乗んなきゃいけなくて。次の電車乗るの。そうかって言ってくれるの。すいません、ありがとうございます。すいません、はい。次の列車まであと1時間。これに乗らなければタイムリミットの午後4時に間に合いません。
櫓っぽいのはあるけどさ、はいはい、あれが櫓なのかどうかな。あ、でもあれっぽいですね、本当ね、うん、海の中じゃん。ね、地元の人しか知らなさそう。そうね、うん、ほうほう、あ、書いてある。本当だ、日本最古の漁法、ボラ町、ボラボラ町やぐら、ボラ町、うーん、読めないな。ボラを待ったんだ。でもすごい高さですね、ここから ね。海岸の浅瀬に組まれた高さ10メートル近くのボラ町やぐらは、海中に仕掛けた網にボラの群れが入った瞬間に引き上げる原始的な漁法。警戒心が強いボラを取るために生まれた先人の知恵。かつては40基ほどあったと言われています。伝統の漁法を後世に伝えたいと、現在観光用も含めると6基の櫓が復活、漁も行われています。こんな珍しいもんね。なかなかないよ。見たことないですね。うん、珍しいよ、これは。聞いたこともないし。名所登録9個目は、能登の原風景、ボラ町櫓。ノルマ達成まであと1つ。なんとか来たぞ、ラス1。ラス1。再び2キロ歩いて駅へ。あ、やべえ、もう4時4分。さきちゃん、走ろうぜ。足が。これ結構まずいぜ、これ。足が。あら、こんなんじゃ赤も落ちる。格闘家魂に火がついた赤井さん、猛ダッシュ。まだ大丈夫だね。よいしょ。能登鹿島駅、次は春に訪れたいですね。あ、来た、燃え。やべ、あ、ほんとだ、燃え、来た。あ、花咲く色だ。あライトさん、妙にハイテンションですね。声優さんだ、声が。ああ、もう絵撮ってる。俺らも撮って。次はいよいよ終着の穴水駅です。じゃあ、次で、ね。とりあえず、ゴール地点である穴水ですね。ね、課題はまだ残ってますから。そうだな、クリアしてねえんだよな、うん、いやー、でもこいつはなんだけど、よーよーねー、本当に9個までやったよ。なんとかクリアね、したいな。そうですね、まあ4時までなんで、あと1時間ぐらいですね。ちょうど1時間だな。どうだろう、まあさっきと比べればね、あるような気がするんだよな。果たして無事ノルマ達成なるのか。2人を乗せた能登鉄道の列車も終着駅に向かってラストスパート。まであと1時間ちょっと。ひとまず全駅制覇は達成です。よっしゃー、花見さん人が、あ、やっぱりそうだ、遠藤席です。そうか、でも遠藤席でかっ、私好き、でかいな。終着の花見津駅で迎えてくれたのは遠藤席です。そうか、でも遠藤席でかっ、私好き、でかいな。ねえ、大きい、私よりも全然大きいよ。ああ、穴水出身だ。あ、本当だ。ああ、でもね、なるほど。あ、これおおおお、本当だ、やぐら。思わぬ発見、遠藤関の化粧回しに先ほどのボラ町やぐら。ね、いいところ探しましょうね。うん、
ね、お茶もしたくなるな。あ、ね、お茶します。お茶したい。でも時間ねえんだよ。時間ねえんだよ。お茶したい。ガールズトーク好きなんだよ。ねえ、しましょうよ。ねえ、そば屋だめかな。そば屋、おそば屋さんでもね、いいよね。なんかだって喫茶店入ったらさ、茶したいしちゃいそうで怖いわ。営業中にズカズカ入ってなんかどうなんかなって。お蕎麦屋さんで聞き込み。ごめんください。はいはい。あ、すいません、突然。すいません。あの、お父さん穴水の方ですか？まあ、穴水。ちょっと聞きたいんですけど、穴水でこの辺で何か名所というか、なんかここ面白いスポットあるよというようなところ。穴水のスポット？そう、自分の知ってるところでもいいです。どんなところです？あまりメジャーじゃないところで。まあ、僕は個人的にはあの美馬那彦神社っていうお宮さんが一番好きですよね。美馬那彦神社。美馬那彦神社。美馬那彦神社。しかし、あんまりメジャーじゃないっていうか、そんなに人は行かないですよね。まあ、杉の子たちがこうね、こうわーって。杉？千年杉ほどじゃないけど、大きい杉の名前。見たい。それってここからどれぐらいですか？この道をね、はい、角曲がってずっと突き当たりまで行って、はい、途中にあるんですよ、ね、時間って歩いてだとどれぐらいかかりそうですか？歩いてだと15分ぐらいかな。15分ぐらい。それではなんとかなるか。そうですね。ありがとうございました。はいはい、ありがとうございました。美馬那彦、お疲れ様です。お疲れ様です。美馬那彦。そう、美馬那彦神社。今度こそきちんと覚えてくださいよ。そうですね、うん、かっこいいですね。かっこいい。穴水の朝、何でしたっけ、朝、ま、マジでもう忘れたの。まみひこ、まみなひこ。はぁ、ひなまみこ。はぁ、じゃあ覚えてます？覚えてるよ。面白いの。何ですか、じゃあカンニングしちゃダメですよ。まみなひこだよ。まみなひこ、そうだ。これはダメだ。こんな調子で本当にたどり着けるのでしょうか。本当にギリギリの線で歩いてんな俺ら。ねえ。これドンつきまでまず行くって言いましたよね。ごめんなさい、やっぱ倒れちゃうな。ごめんなさい。ダメだ。元世界チャンピオンもちょっとバテ気味。よく歩いてますもんね。これ体力ない女子だったらさ、間に合わないわこれ。ねえ、これ他の旅の人ね、タレントさん女優さんだったらねえ、ねえ役者さん、本当ようやるわほんま。これ一回迷ったらアウトだね。アウトですね。怖いですね。ねえ、なんかしかもね、地元の人しか知らんって言ってたから、あんまり目立つ感じのなんか看板とかもなさそうじゃないですか。あ、ね、あ、見えた鳥居が。嘘嘘、見えます？さっきの背って高いからよ。俺背低く見えねえよ。赤い鳥居が。ああ、ちょうど見えた、緑だね上が。ね、あれだ。よし、あと20分あと20分ひたひたと迫るタイムリミット。お願い。おお、うわすごい。なんじゃこれ。めっちゃいいとこ教えてくれはったやん。ねえ、あ、美馬那彦だ。すごい。やったー、ここ好き。無事に美馬那彦神社に到着。すげえ、うわわわわわ。いや私ここ絶対パワースポットや。すごいよこの杉、樹齢何年何年。うわーでかっ。パワーをもらおう。ふと、ああよし。何年ですかね。ね、大先輩や。100年ぐらい経っててね、これすごい。わーすごい。あー、屋根も瓦が黒いやつだ。杉木立ちに囲まれひっそり鎮座する美馬那彦神社は1000年もの歴史を刻む社。穴水の人々の熱い信仰を受けてきました。1、2、
ありがとうございました。達成させました。ありがとうございました。これで、はい、10個、うん、達成したね。イエーイ、おめでとうございます。名所登録10個目は霊源新たかな今田彦神社。これでノルマ達成。疲れたね。ね、疲れましたけど、はい、達成感があるね。そうですね、なんか本当一駅一駅にいろんな思い出とかドラマがあって大変な思いもたくさんあったんですけど、そういう面ではね、2人が作ったガイドブックができたのかなって。泊まり先が宿泊先が決まった時は本当にすごいホッとして、すごい良かったっていう印象で、すごい思い出深いからありがとうございました。ありがとうございました。お父さんによろしく。わかりました。これからも私自身ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。出会いの数だけ名所あり。たくさんの触れ合いは温かい思い出。人情あふれるローカル線の旅、お世話になった皆様本当にありがとうございました。完成したガイドマップ、伝統の夏祭りと能登名物の味噌まんじゅう、美味しいもやしラーメンを味わい唐島の森へ、能登島で網元の宿に泊まり、伊達神社から海の里を一望、歩いて渡ったツインブリッジ、そして井戸水の流しそうめん、能登の原風景に触れ癒しのパワースポットへ。夏の思い出を心に刻み込んだ石川能登鉄道の旅、聞き込みで素敵な10の名所に出会いました。My life, love.